すいません。愛知ミトから来たんですけど。愛知ミトからですか？はい。今着いた電車ですか？はい。今着いた電車、愛知ミト止まらないんですよ。本当のこと言ってもらえますか？ああ、すいません。間違えました。三河安城からです。三河安城も止まらないんですよ。もう嘘つくのやめてもらっていいですか？ああ、はい。すいません。君どこの学校ですか？京都大です。もう嘘つくのやめてください。京大生だったらもっとマシな嘘つきますよ。もう今日だけ本当のこと言ってもらったら許しますんで、本当のこと教えてください。どこにしようかな。いや、聞こえてますよ。ああ、すいません。もう嘘はやめましょう。はい。親御さんも悲しみますよ。はい。どこから来たんですか？岡崎です。なんでお前が切れてんの？あれ？ちょっとこれどうなってんすか？あ、お客様ちょっと拝見しますね。もうこれだから機械は嫌いなんですよ。早く見てくださいよ。あ、お客様ちょっとこれ入場券ですね。え、何ですか？それがどうかしたんですか？こちらはですね、乗車券じゃないので本当はご乗車になれないんですよ。は？なんでですか？ちゃんとお金払いましたよ。入場券は駅でお出迎えやお見送りをする際に改札口を通るための切符ですので、ご乗車の際は乗車券が必要になりますね。そんなの知らないですよ。じゃあもういいですよ。いくらですか？岡崎からですので590円ですね。え？そんなにするんですか？え、この分も引いてくれましたか？いや、こちらの入場券の分とは別にここまでの分が必要になりますね。おかしいでしょ。だって僕150円払ってるんですよ。その分も引いてくださいよ。落ち着いてください。一旦ここでは590円払っていただきまして、お客様悪気ないと思いますので、買われた駅で払い戻しできるようにこちらで証明させていただきますのでお願いいたします。じゃあ後で絶対返してくださいよ。はい、安心してください。あー、飲んだ飲んだ。あれ、おい、蒲郡行く電車いつ来んだよ。お客様、蒲郡方面は先ほど最終電車が出ちゃいましたね。ふざけんじゃねえよ。乗ろうと思って急いで来たんだぞ。そう言われましても出発してしまいましたので。こんな時間客も大して来ねえんだから待っててくれてもいいだろ。申し訳ありませんが他のお客様もご利用されていますので。大体よ、改札まで遠いんだよ。階段も多いしよ。そんなんだから遅れたんだよ。お前ら責任取って臨時で今から電車走らせろよ。申し訳ありませんがそれはできないですね。近くのホテルご利用いただきますか、タクシーで帰っていただいてもよろしいでしょうか。お前舐めてんのか。それだったらタクシー代とかホテル代とか出せよ、この野郎。ちょっとそれはお客様で負担していただきますね。お前うちこってんのか。お客さん、それを待ってましたよ。あのカメラにしっかりと証拠は映ってますからね。これから警察が無料でパトカーでお迎えに参りますので、そのままお待ちください。ああ。